荒く正し山田の画廊に鬼が道姫優秀なメジャー隊を出場したベテランは43歳の今国内トップクラスの強さを誇る。たとえ熱戦の序盤で一瞬で試合を終わらせる力、この男にはある。今宵も熱き戦い、名柔道で勝利をつかむ。対するこちらの44歳の実力者、毛利明彦。戦国武将毛利元就の末裔は、馬の中に戦いの勝利を義務付けられた現代に生きるもののく百万の一心、歴史と名を背負い、いざディープの金網に出陣。ディープフェザー級5分3万人の鬼川道清バーサス毛利明彦。
0.22 スカイチケットプレゼンツディープ92インパクト後楽園ホール大会第8試合はフェザー級 65.8 キロ以下契約5分3ラウンドです。国内外さまざまな戦場を渡り歩いてきた2人の侍がついに後楽園ホールで決戦となりました。手首に赤いテープを巻いています。こちらが鬼川道博、43歳167センチ、そしてグレーのヘアです。髪を染めている毛利明彦、44歳170センチ、40代対決となりました。しかし40になってもまだまだ進化するこの両者です。小田選手、はい、ちょっと注目の一戦ですね。そうですね、どんなところに2人とも、注目を置きますか、はいはい、ベテラン同士なんでやっぱり前蹴りを放っていく毛利が左フック。毛利選手はやっぱり前線にやっぱ KO 勝ちを収めているのでテイクダウンは尾身川、はい、いいパウンドです。あ、もう終わってしまうか。効いてます、ね、パウンド、パウンド効いてます。ネオ柔道炸裂、はい、ものすごいパンチです。尾身川もう効いている。はい、あの尾身川選手のネオ柔道が出ましたね、前回が3年4ヶ月ぶりの MMA、はい、オーロラ勇気との試合でした。2ラウンド2分3秒変形の肩固めで一本勝ちを収めています、まあ、その前回頭を入れない変形の肩固め、まあ、横浜のグランドスラムで勝村修一郎さんと編み出した技だそうなんですよね、はい、今回はどんな技を作り出してきたのか、敵の首を打ち落とすためにという、さあどんな武器でしょうか。尾身川、下から十字を狙ったんですけど、きますが、はい、うまく見ていますね、はい、バックを取りに行く尾身川です。しっかり尾身川選手が反応して、はい、バックついてますね、うん、はい、3年4ヶ月ぶりの戦いとなった尾身川 MMA、 この尾身川なんですが、昨年7月にシュートの舞台で戦ったこの毛利、7年半ぶりです、はい、しかし肩固めか前ですね、マウントポジションキープしています。さあ敵将の首を打ち取るか、いい体勢に入って腕を後ろから取っている、はい、取ってますね、腕を後ろから取っている、はい、これは毛利の左の腕背中に回して掴んでいるぞ。これは毛利選手ちょっと厳しいですか、はい、これさらに右腕ですよ、はい、あ、そのままこれが取られている、取られるか、動けないので毛利選手はどうにかしてこれを外したいですね。現在3連勝中下になっている毛利です。この試合が1年3ヶ月ぶり、そして約10年ぶりのディープの舞台、毛利元就の松江、さあピンチとなっています。あ、ちょっと抜けてるんじゃないですかね、今外れましたね、はい、外れました。しかし依然いろいろな、さあ角度方法でここから組み立てようというのが尾身川です、はい、いや第1ラウンドからもう目が離せませんね。半身の体勢、ケージ際の攻防となっています。上になっている尾身川、尾身川選手がケージを利用して返されないように体重かけながら、はい、下毛利選手はちょっとフックガードでケージ側にやるんですけど、ええ、やっぱケージを利用して尾身川選手はしっかり上を取ろうとしています。あえて膝の裏に足を入れてこう上げさせてるようにも見えるんですけど、そうですね、フックガードでひっくり返したいんですけど、はい、尾身川選手がケージを使って うまいことバランスを取っていますね。柔道のバックボーン、はい、そして柔道とボクシングの融合、ネオ柔道というのが尾身川、腕を取る、伸ばすアームバーか、アームバーか、これ尾身川さんの得意な形ですね、はい、まだ時間は1分37秒と時間はありますが離れます。殴り続ける、全く相手を逃しません。今伸ばそうとしてますね、はい、この選手の体を足ですよ、ね、はい、伸ばそうとして尾身川の足を毛利の股の下に入れて伸ばそうという、はい、あー、ちょっと動きが止まったか、ゴツゴツと拳をぶつけていく、ちょっと尾身川選手があの前に落ちそうなんですけど、やっぱり、はい、あ、しっかり、あ、しっかりフックしている、頭の、はい、あ、しっかりキープしてますね、伸ばそうとしてますね、はい、はい、あ、今頭のというあの、はい、言葉あったんですけども、どういうことでしょうか。今一瞬ちょっとネルソンというか、はい、やっぱりしっかりあの落とされないような対処を尾身川選手がしていて、うんうんうん、で今尾身川選手は肘を前に引っ張って毛利選手 の体勢を伸ばしたいですね。なるほど、さあ動きが止まっています。ここから逃げることはできるか、上になった、上を取りました。しかしまだまだ怖い下からの尾身川の攻撃、さあ
いくつも引き出しがあります。鬼川まず殴ってますね。下からのパウンドも結構強いのが当たっているので、すごい毛利選手は嫌ですね。さあ上を取りましたが、サイドポジションから足を狙うか、膝十字、いや大丈夫、どうか、はい、離れます。時間がありません。またバックを取る。鬼川殴り続けるノンストップです。それを嫌って頭を抱える毛利、うん、ここで第1ラウンド終了。いや目まぐるしい攻防ですね。お互いの中いいところが見えたにも感じたんですけども、ね、はい、どう捉えてましたか。はい、まあ、最初から富川選手がやっぱ展開を作っていって、富川選手の流れになってたかなとは思います。うん、まあ、敵は自分自身であり、試合感が最大の敵だったという前回のその富川ですね。あー、ケージの中に入って勝って初期の頃に戻ったよというこういう発言があったんですよ。まだまだいけるぞという感じですよね。すごくあのグラウンドの展開もすごく隙のない寝技で、はいはい、すごい。さあ戦場はここ後楽園ホール。どちらの大将が首を取るのか。第2ラウンドです。第1ラウンド気になったところあります。そうですね、まあ、最初から鬼川選手が展開を作っていったっていうので、あんまり毛利選手の動きは見れなかったですけど、はい、毛利選手はやっぱり KO を今まですごく多いので、やっぱ打撃が気になりますね。お、打ち合うか。第2ラウンド来い来いやろうぜと。あ、でもおっと鬼川選手のパンチが効いてますね。入りましたね。入ってますね。効いてますね。突進していく。ちょっと強振突っ込んでいくな。鬼川受けて立とうというのは毛利、返していきます。毛利も返していく。ちょっと効いてますけど、毛利選手もやっぱり気持ちが強いですね。殴り合い、まさに殴り合い、はい、あー、ぐらついた。毛利がぐらついた。いや、まだどうか、はい、まだ大丈夫ですね。潜っていった、はい、変えます、形を変えます。一旦潜り込んでいきました。尾身川です。尾身川選手は冷静にしっかりタックルに行きました。毛利はこの一戦に関しては打撃を中心に取り組んできたと話しています。この一戦毛利は現役選手というよりも道場を背負って戦うと言っていますね。本当にもう大将って感じですね、はい、すごい毛利道場の代表です。やっぱ今の展開だと尾身川選手が毛利選手の足を刈って膝を伸ばしている状態なので、はい、毛利選手はちょっと立ちにくいですね、うん、グラウンドになるとどうですかね。ここまであの毛利もレスリングのバックボーンはあるんですけどね、はい、どうですかグラウンドの攻防という部分では。そうですね、グラウンドというかやっぱレスリングだと四つ組とかタックルの攻防なんですけど、今のところ尾身川さんが先に展開を作っているので、はい、毛利選手の展開にはなってないですね。というとやはり毛利としては先に仕掛けないとまずいかなという感じですか。はい、ちょっと仕掛けようとしているんですけど、尾身川選手のパンチが当たったりちょっと圧力で押されてた感じはあります。この圧力を回避するには元谷選手であればどうしますか。対尾身川選手として階級はちょっと関係なしで。そうですね、でも今の展開だとパンチがもらってしまっているので、ははは、はい、もらった状態からだとやっぱりなかなか作れないと思うんですけど、まずはパンチを当てさせずに食らわないようにしてからって考えですかね。尾身川選手はやっぱり圧力が強いので、こうしっかり距離取って自分の距離で戦いたいですね、うん、毛利選手は。はい、しかしその距離を潰しているのがもうこの尾身川道弘です。いや、またスタミナもすごい。残り時間まもなく2分、ここでブレイクがかかりました。スタンドに戻れます。若干毛利の鼻出血か、いや尾身川でしょうか。さあスタンドに戻れます。シルバーヘア、こちらが毛利明彦、そして手首に赤いテープを巻いています、こちらが尾身川道弘です。40代対決、左ジャブ放っていきました、ね、はい、ちょっと先方変えましたか。毛利左ジャブを繰り出していきます。いやー、しかしそれもお構いなし、打ってやるよと前に突進していく尾身川。すごいで
左右のパンチハリケーン炸裂、右ストレート効いた、効いた、効いた、下がった、交代し始めたのは毛利だ。それでも踏ん張っている、踏ん張っています、踏ん張っています。毛利止まらない、とにかく右左右左、何発放つんだ、何発放つんだ。尾身川愚直なまでの右左のフック止まりません。タックルに行った、また変えます。やっぱこういう打ち合いの中からやっぱりテイクダウンを混ぜて、やっぱこの冷静な判断がちょっとポイントになっているかもしれないですね、うん、はい、もう本当に打ち合いになった後すぐにもうタックルに行くのは尾身川ですよね、はい、鼻から出血は毛利です。さあ毛利明彦苦しい展開です。あと肘頭部はいけません、後頭部はいけません。残り時間30秒です。これは毛利選手は足を抜かないと立てないんですけど、尾身川選手がしっかり足の三角で足をクラッチしているので、ちょっと展開が、うん、うわ、ものすごい鼻からの出血です。毛利マットにもべったりとその血が飛んでいます、くっついています。残り時間10秒切っています。このままこの体勢となるか、この体勢で終わるのか。第2ラウンドが終了しました、うん、一旦呼吸を整えます。立ち上がりません尾身川。どうですかスタミナ面なども。そうですね、この辺りはまだ全然心配はない感じですかね、はい、毛利選手の方がちょっとパンチをもらっているので疲れているようには見えますね、はい、またあれだけのもう鼻からの大量の出血、はい、かなり呼吸も苦しくなるんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱ鼻にもらうとなかなか呼吸ができないとスタミナも奪われるので。やる本田選手もそれは経験ありますか。あーない、ね、自分はないですね。あ、なるほどないんですけど、でも鼻が詰まっていると、はい、口呼吸になるとすごく辛いんで、練習でもそんな感じだとは思います。いやちょっと左の目も腫れていますよ毛利。さあここまでの戦いどうでしょう。押しているのはやっぱ打ち合いで熱くなっている中にも冷静に尾身川選手がタックルを混ぜてポイントを取っている点で、はい、やっぱ尾身川選手が有利かなと思います。そして今一旦レフェリーが確認してドクターチェックですね。なお今アナウンスでもありましたが、第2ラウンドであのグラウンドの時毛利が肘を使って尾身川の後頭部を、まあ、打ったということで注意が与えられています。やっぱ左の目ですかね。鼻の出血ももちろん気になるんですけども、お互いいいパンチをもらっていたので、すごい激しい試合ですね。世界にもいろいろなその40代のファイターがいると思うんですけども、どうですか尾身川選手、毛利選手負けてないですよね。かっこいいですね。かっこいい、かっこいいかっこいいです、うん、やっぱり武将というか、いや、まさに、はい、気持ちが、はい、尾身川選手もまさに侍ですよね。そうですね、やっぱり気持ちがすごいので、ちょっとですね場内ざわついてるんですよ。まあドクターがレフェリーに何かを確認しています。うん、再開です、はい、再開です。毛利の鼻出血があったんですが、どうやら大丈夫そうです。第8試合フェザー級 65.8 キロ以下契約、5分3ラウンド最終ラウンド突入。果たしてどちらの侍が勝ち星を手に入れるのか、軍配はどちらに上がるのか。でパンチになるともうしつこくとにかく前に出てというこの尾身川、毛利もそれに応えますが、ちょっと先ほどからヒットしてぐらついているのはあれですよね、毛利ですよね。そうですね、やっぱり尾身川選手がすごく圧力をかけているので、はいはい、ちょっともらってますね、あえて本谷選手、はい、まあ、そこで尾身川が何度もこう左右のパンチを出して、はい、そしてフッとした瞬間にこうテイクダウンに行くんですけれども、はい、毛利は行かないんですかね。そうですね、もう取られてるっていう感じですよね。やっぱ打撃を強化したっていう、はい、意味では打撃を出したいのかもしれないです、ね、なるほど、それを貫くという、はい、一瞬潜るフェイントを見せます尾身川です。左、あ、聞きました、聞いてます。右のストレート入った、顔面を捉えている、またも出血です。あ、
血しぶき、毛利です。呼吸をするために鼻から血が飛んでいく。うー、苦しい。そして目は死んでいない尾川道博、メラメラと燃えています。この闘志、両者の戦い前進していく。左確実に捉えていき、交代しているぞ。ちょっとですね、豊永レフェリーの動き気になります。いつ止めようかという動き、半身の体勢潜り込もうとしています。あー、ここで止めた。止めました。敵将を打ち取ったり、打ち抜いていったのは鬼川道博。武将毛利を見事倒した。いやー、本谷選手、はい、最終ラウンドはとにかくお互いの拳拳拳という打ち合いでしたね。死闘、はい、いかがですか。もうですね、やっぱ尾川選手に強打がすごく連続して入っていったんですけど、やっぱ毛利選手の気持ちというか、本当ですね、必ず負けじと答えてましたよね、はい、いや本当2人とも気持ちが強くて、はい、すごい戦いでした。そして礼に始まり礼に終わるという武士ですね、はい、いやー、40代対決、まだまだ進化する両者、二人とも武将みたいな。本当ですよ、はい、かっこいいですね。まさにもう令和の合戦ですよね、はい、改めてこの両者の戦いはどのように捉えていましたか。どんな感じでしたか。あ、そうですね、やっぱ全体的に尾川選手が打撃とテイクダウンを待ってコントロールしていたかなと思います。なんかもう一発一発また重たい感じでしたよね。そうですね、はい、しっかり当ててたんでぐらついてましたね。マイクです。こんばんは。まず試合ができて勝てたことに感謝しております。森選手、そしてディープ代表の解説ありがとうございました。で、また僕を支えてくれる応援の人たち本当にありがとうございました。おそらく残りわずかとなる戦いだと思います。皆さんの応援を胸にできる限り戦っていこうと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。44歳対決、いやー、熱いものを見せていただきました。これ全国のこの40代の方々にもこれかなり勇気を与えたんじゃないですか。あ、本当すごい40代というか全く感じさせない戦いで、やっぱ気持ちが2人ともすごかったので、そこが良かったので、はい、さあますます進化していくこの両者、その中見事勝利を手にしたのは尾川道博です。次の一戦も楽しみです。尾川道博、令和勝利。